ってみ。いやこれでも言ったからが、私も真剣にやろう。さあ、彼はね、優先慣れてる、ここは。おお。だから結構ね、これいい勝負できる。キンデムの竜もね、相当強い。そうなんですか。いつもそのキンデムさんはメインキャラは何を使われてるんですか。最近のメインキャラはユンなのかな。いろんなキャラが強いから、そう、もうどれがメインなのか、うん、ユンも使うし、ヤンも使うし、うん、でバイパーも強いし、うん、でリュウも強いでしょ。でリュウファン出しましたよ。いけるいけるいけるぞ、早くいけるぞ。おお、死ぬ足と波動の間に 2X スペースまで割り込んでいく。すごいね、やっぱ。おお、マヨっぽすげえ。完全に圧倒してる。おお、チュンシュで損して、これは中だ。あっ、勝った。ああ、もうお互いにライフがない。ドヤ顔。ドヤ。いや今金デブこれかなりもうプンプンだよこれ。もうタグの名前の通りだよこれ。そういう意味だったんですね。プンプンですよこれは。さあここで最後決定戦、キャラどうなるのか。はお、おジュリ、あそうジュリもすごい強いんだよ。なんか いろんなキャラ使えるってすごいですよね。すごい。ジュリもね相当あのキンデムのジュリうまいんだよこれ。あそうなんですか。緊張するな。てかねぶっちゃけ言っていい？うん、ちょっと本当に強いからジュリ。強い分にレアなキャラだから対策されてないと思うんで、あのカヨコもねあんま知らないと思うんで。以前だったんですよ。ちょっと待って。ボッコボコ。パーフェクト。パーフェクト。ゲーム。キンデブはね、ワイパーも自分で使ってるから、ワイパーが何されたらきついか分かってんの。あー、なるほど。これどうしたらいいの、もうしゃがみ。全く分かりません。何しに来たの。俺は強い人連れてきたわけだよ。そう、そこは。逃げきせずも。いいよ。あー、ごめん。うまい。いける。ウルコンさえ当たれば。あー、惜しい。これでキンデムの勝利。まあこんな日もありますね。超キレてる超キレてる。なんか今度カエちゃんがプンプンになっちゃった。ゲーセンでよく見るこの顔。負けるとね、あすごいキレキレてる。キレッキレやこれ。でもすごい熱くなってきました。ありがとう銀ネブ。ありがとうございます。ありがとう、強かった。はい。さあ二人目終わりましたね。じゃあ、ね、面白いね。レベル高いですね。はい、と思うじゃないですか。まだいるんですよ。お。最後の一人。まだいるんですか。はい。もう一人連れてきてました。この人はね有名ですよ。あまた有名な方が。はい。いるんですね。もうね。最後の一人。ケイスケさん。まあもう俺と同じぐらいすごい面白いやつね。面白い。もうなんか分かっちゃったもう。もう分かっちゃったよ。はい。来ますよ。誰だろう。いやでも久しぶりだなちょっと。オッケーか。みんな分かってんだ。ね、はい、皆さんなんかコメントでもすぐに分かって反応してるってもうね、このケースケースの界隈が
有名だっていうのが。いやもうなんかね、本当になんかちょっとね、名古屋でゲームやってるまんま、そのまんまなんだよね、なんか雰囲気が。名古屋が東京に来た感じや。そう、まあ今日は名古屋でちょっとまとめてみました。名古屋だ。何これ、何がテカテカなったの。コスチュームが変わってるの。コスチュームは新しいやつだから。ここには、最近なんかリア充なの。あいつはよくわかんないね。どうなんだろう。最近でも全然合ってない。ここでやってんのかな。あ、これは黒人です。ニコニコ動画でもね、有名ですね。そういうゲームじゃねえからこれっていうのが決め台詞なんですか。竜を使ってますね。ちょ、やばいやばいやばい。うわ、これ竜がメインキャラですね。なるほど、でも最初からメインキャラで押してきてる感じですね。でもみんなすごい。本当だ。でもマスカットの時に一回破顔症なんだっけ。破顔症、ゼロの技を教えてもらったじゃないですか。あ、はいはい、波動拳のやつ、はいはいはい、あれから練習して、今オイルシャワー出せるようになりました。マジで。オイルシャワーってだって昇竜拳コマンドじゃない。そう、オイルシャワーが出せるようになりました。波動拳コマンド、波動拳コマンドであんな苦労してたのに、昇竜拳コマンドが。あ、国民も2人リア充してるから。素晴らしいですね。このままじゃ隠しちゃうよ。大丈夫か、国人。ちょっと煽ってみるの。ちょっと話してる間にあっさり終わっちゃったかな。言ってしまいましたが、勝手にリア充してるって想定してるんだけど。リア充なのか、あいつは。わかんない、なんかでも、なんかこう、いや別にその仕事とかで充実してそうな匂いがする。ああ、そうだね、仕事忙しそうだね。うん、1年に1回国家試験をわざわざ受けるんだよね。そうそうそう、わざわざね、どうするかないの。受かってください、そこは。あの、なんだっけ、資本書士の試験を受けに行くの。あ、おー、いまだにじゃあ取れていないと。そうだ、試験受けるのに勉強してないから受かるわけない。しましょうよ。毎回試験してる。試験勉強が忙しいとかでいつもどうせ見るのに。何の勉強してるんでしょうね。何なんだろう、趣味なのかな。さあ、黒人。ちょっと今日呼んだ3人の中では実力的にはちょっと黒人が劣る感じなんだけど、他のゲームでサードストライクっていうゲームがあって、それではめちゃくちゃ強いの。本当神って言われるゲームで、やっぱでも人それぞれ得意ゲームってありますね。ね、黒人もね、相当やり込めば絶対強いと思うんだよね。そう、ダットリーね。あ、そうだ、すごい強い。すごい強いんだ。すごいな、波動拳がすぐ出せるっていうのがすごいんですよ、それだけでも。この昇竜拳超出せる。そう、あれオイルシャワーと同じだよ。そう、オイルシャワー、あれがオイルシャワーなんですよね。パターンで使ってんの。私でも今オイルシャワーがしかできないんですよ。オイルシャワーしかできない。よっぽど気に入ったんだね、なんかオイルシャワー。オイルシャワー、オイルが好きなんだね。なんかこうバシャバシャしてるじゃないですか、あれが。誰かちょっとね、戦いたいです。まだ誰かと戦うっていうのをしたことがないんですよ。で、今じゃトレーニングモードで練習してる感じ。トレーニングで。もう喋ってるの終わっちゃったけど。あれ。あれ。黒人さん。黒人さん。ごちそうさまでした。やったー、勝ったよ。おめでとう。おめでとう。だね、2勝。あれ
これは1勝2敗、はい、1勝2敗、はい、最終結果、あ、黒人ありがとう、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとう。で最初の対戦を加えると8対2ってことで、はい、かあちゃん発勝で、うん、やったー、じゃあ今日は罰ゲームは免れたと。今日はというかもう当分ないですよ、私毎週頑張ってるもんだって。別にでもやってもいいんだよ、うん、やらないやらないやらないよ。なんかやりたそうだもんな。ないないない、何ございましたって何でございました、何かがあったもんかな、うん、ねえ、なんだろう、ここにございました、ございました、ございました、はい、これからどうしましょう、 PP5000 目指してやっていく感じしますかね。どうしますかね、これね、でもね、あの、うん、始まったばっかりとか発売したばっかりなんでみんなまだ PP が低いんですよ。ああ、そうかそうか、うん、あ、さっきなんか見てたら皆さん、うん、ね、あの100台だったりとかしてたんで、今全国トップでもまだ PP3000 ちょっとなんで、うんうん、お、それでももう3000でも行かれてる方もいるんですね。そうだね、ちょっとさ、ね、うん、ちょっと結構イケイケじゃないですか、うん、ちょっと今自分で言うのもあれだけど、うん、今でも今結構これで PP が100は超えたよね、うん、さっき見たけど、今でもエンドレスバトルでやってたから PP は変わってないんだ、うん、ああ、なるほど、あ、なんか止まっちゃった、止まってしまった。まあ来週からまたあの目標を設定して来週考えましょう。そうですね、はい、じゃあちょっとサンゴさん帰ってきてから、はい、じゃ相談して今後の目標を決めていきたいと思います。達成の、まあ、基本的にはランクマッチで、ね、PP を上げていくっていうようなところが、まあ、一番分かりやすい指標になると思うので、はい、これ止まっちゃってるんですか今。放送は大丈夫ですね、はい、大丈夫です、はい、キロバイト、何が、何がメガバイトだっけ、なんだっけ、何の話、なんか、ね、ジンクスがあって、ケイスケさんが生放送とか放送出るとなんか落ちるっていう、なんか、ちょっと何か持ってるんじゃないですか。あ、顔の色が専用メガバイト的な、そういうの、あ、分かりました。顔の専用面積がメガバイトってこと？メガバイト。そう、昔10ギガバイト今言ったやつは。いや、ギガなんですか？メガよりすごいじゃん、それ。ね、そういう誹謗中傷がすごい僕の放送にはコメントがたくさん来て、でもその誹謗中傷がケイスケさんの何よりのご飯なのでご飯って、この間なんかずっとド M ですね、飯うまーっつってね、だってなんか先々週に、あ、うん、私ちょっと言っちゃいけないのかなってことも言ったりとかしたのを、うん、ケイスケさんのその絵の話とか、例えばなんかちょっとこうさあ、へ、間違いタクシーの列に並んでたとか、うん、あ、ちょっとかわいそうかなって思ったら、うん、電話出た瞬間に言ってくれてたね、ありがとうって言われて、お前そういう話今しなくてもいいだろう、お前それ後で、後で目の前にいた放送中だろそれ、恋の茶番って言うんですかね、そうそうそうやめて、茶番にするんだやめて、あ、そっか、そう、いろいろあるからね、ちょっとケイスケさんいていただいて番組しましょうかね、そうですね、ちょっといてください、うん、ね、いや、ね、うん、じゃあちょっとちょっとさね、もなんかじゃあどうしましょうか、これはいいか、これはこれで結構どうでした、うん、今日のゲームの時間はってさ終わりにしない、終わりにしないよ、ま、いつもさレトロゲームコーナーひどくない、あれそうだけど似てるでしょ、あれ、まあ、渚ちゃんのコーナーあるからね、まだね、あるからちょっと台本読んで、ケイスケさんレトロゲーム詳しいからね、ドラキュラとかわかるでしょ、ドラキュラは昔やってましたね、うん、やってましたっていうか、あの、だからこれ小学生中学生ぐらいですよね、確か、うん、でしょうね、もう20年ぐらい、ほらサンゴさんがそろそろ元の位置に、いやいや、いて、いてくださいよ、どっちやねあ、じゃあどっちか、私こっちの方がやりやすいので、場所的にはこうしていただいて、ちょっと交代しましょう、そこ座ってくださいね、ねねねねねね、オセロみたいになってるね、これね、クリアが黒さに込んで、うちらもなんかひっくり返らなきゃいけない、あ、本当ひっくり返った、はい、ということで昭和の女渚さんが、今日もレトロゲーム